今日もまた金沢川に来てます。今からただいまの時間は7時10分。今から始めてみたいと思います。まず支度をします。ゴミだらけ。こんなとこ深くて入れんなこれ。大丈夫か。あんなとこに。どこかな。来ちゃう。やめたもんか。やめやめ。もう一個行く。一個しねえもんこれで。釣れんねえ。あら、この下ゴミが多すぎる。ゴミだらけ。なんで根掛かりばっかでダメで。他行く。木の枝みたいのがいっぱい新道引っかかってるだよね。あ、やめた。ちょっと上行ってみる。こう変えました。背形の鏡のようなところでやっています。もうこういう緩い流れのとこしか、遊び合いを狙うしかもう釣れそうもありません。切れ出てきませんね。ここじゃダメです。もっと沖へ出ないと。そこじゃ来ませんよ。8時5分前来ません。来ませんね。頼みの2匹目。よし、もっと下行ってこい。よし、いいとこ行った。どうだ、そこで。お、お、来た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 、来ました。やったやった。やっぱ狙い場はあそこです。狙い場はあそこです。来ました。よし、立った。よし、やったやった。1匹目が取れました。さあ、やっぱ狙いはあそこ。ま、いました、いました。かかりどこはあまり良くないですけど、まあ来ました。どれ、ご苦労さんだね。さあ、ご苦労さん。よーし、1匹くれば元気になります。かかりませんね。すごいね。
お、来た。来ました、来ました。いいポイントに入れば来ます。来ます、来ます。来ます、来ます。ポイントに入れば来ます。よーし、やった、やった。あそこはやっぱ。ん？ん？来た。来てます、来てます。来ても、当たりが全く出ません。キラキラして見えるだけです。よし、小さい。当たりは全く出ません。キラキラっと光って何かおかしいなと思って見えるだけです。うん。どこ行く、同じとこ行ってみるか。また空中輸送で行け。それしかない、あそこは。他でやりようがない。それ行け。よし、ちょっとこっち来すぎたか。ちょっと手前に入りすぎたかな。少し向こうの筋がいいんだけど。お、行った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 。よーし、よし、行った行った。2歩行った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 。さあ来るぞ、そこ行けば来るぞ。ちょっと数字が、お、来たのか。エビか、来たのか。来てる来てる来てる。団子団子団子。よし、いた。当たりが小さくてさっぱし分かりません。来なくなりました。もう付き合いは全部釣り切ったような感じがします。ただいま10時半。場所を変わってみます。こう畳んで場所を少し移動してみます。まあ今後のためにいろんな場所をちょっと試しておきます。午前10時半までの釣果です。今からちょっと数えてみます。よし、まだもう11時45分になります。今からここでやります。この背で、この背型の鏡でやります。もうこんなとこしか釣れません。皆さん一生懸命線に入ってますけど、どのぐらい釣れたのか分かりませんけど、ほとんど竿は曲がってません。今この場所に入って2本かけました。なので今日の釣果はただいまのところ8本です。なんか来てる。小さい。本当に。あと1匹で2桁です。10匹に届きます。来た。来た来た来た来ました来ました。竿が立っちゃってる。伸びちゃってる。どうだどうだ、来るか。来た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 。やりましたやりました。10匹目。いい鮎です。いい背がかりです。来た。来た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 。来ましたよ。やっぱり来る場所。うわ、乗される。乗される。うわ。来い、飛んでこい。おいしょ、やった。
大きい、よし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 、ライオン、ライオンが来たよ。今年一番のやっとアユらしいアユが来ました。よし、5匹目11本、どうか他でやってきたの？釣れた？そんだけ釣れるよ。他いい、それ以上いいとこないよ。ここいるよ、魚は。そっちもいいかもしれんよ、その辺。ここね、ここもいるけどね、ここよりあそこの方が出るだよ。うん、あの浅いとこの方が。うん。ここで速度1本出たけどね、その深い方は、まあ、あの、おとりが小さい、まあ、今いいの来たけど、今までのおとりに小さかったので、うまく潜ってないのか知らんけど、あの深いところじゃ出なんだな。うまく潜ってなかったと思う。今ここへ来て5本、6本目かな。そこ、その辺ばっか、ここで1本かけて、あとあっちばっかだよ。ただ今午後1時5分前、風が強くなってきました。かなり風が強いです。これではもう少しでやめでしょうね。続けられません。風が吹いてきました。今日は16匹の釣果でした。まあまあ楽しんだ一日でした。